ネオくんでしょ。あ、もう門倉さんから振ってくれるんですか。それはそうだ、これ一番最後にどうしても聞きたかったんですよ。いやいや、もうそれはね、やっぱり皆さんがこう聞きたがるところだと思うんですよね。ネオ選手スタミナはありそうな感じかな。ただバッティングとか守備に関しては彼のキャンプでは京田くんとね、あの争うと思うんだけど、まあ京田も黙ってはいないと思うので、強打からショートを奪うっていうのは結構大変な作業だと思う。そうですね、でも高校の時に、まあ、あれだけやってきた選手なので期待度はやっぱり高いよね。ただただよ、僕もプロの世界でやってきて、騒がれてきて入った選手に対して打たれたくないっていう気持ちがすごく強くなる。だから相当厳しい攻め方もされるので、その辺をどういう風に打っていけるかっていうところがね、課題なのかなと思うんだよね。